はい、さあそれでは今日の試合をハイライトで振り返りましょう。トップ名古屋対日本ペイントパレッツの試合でした。まず第1マッチはトップ名古屋が鈴木安藤ペア、そして日本ペイントパレッツが今柴田ペアとなりました。西井美希さん、今日本と柴田初めてのペアということでしたが、はい、3ゲームマッチということで、トップペア、トップ名古屋ペアの方が右ペアの日本ペイントのペアですね、のバックバーにボールを送って相手を重ねるというパターンが、はい、最後まで効いていたという試合でしたね。ここに2ゲーム目から日本ペイントの方が対応しようとしましたが、なかなか対応するところまでにも試合が終わってしまったという、はい、感じでした、はい。そして第2マッチはトップ名古屋大川、そして日本ペイントマルツが王道という戦いでした。今日は西井美希さんのお母さんの由紀子さんにもお越しいただきましたが、由紀子さん、この第2マッチはいかがでしたか？そうですね、大野選手のもうサーブから3球目とか多彩な技、はい、そこがすごく良かったと思います。で、大川選手も出足は大野のフォアの方に攻めてはいたんですけども、途中からそこを待たれてしまって逆にバックサイド、はい、持ってかれたような、そんなゲーム展開だったと思います。第2マッチ王道が取りました。そして第3マッチがトップ名古屋安藤対日本ペイントマレッツ小塩というゲームでした。いやー、これ三木さん、非常に見応えのある戦いでした。はい、前半2ゲーム目ぐらいまではもう安藤選手の本当にペースで試合が運んでいたんですけども、うん、3ゲーム目の途中からですね、小塩選手が徐々に安藤選手のボールに対応してきて、うん、はい、最後は安藤選手の方がちょっと打ち込むという、はい、回転に引っかかってスマッシュがなかなか打てないような状況にさせられたという感じの試合になりましたね。まあ、ゆきこさん、安藤が3ゲーム目ちょっと攻め急いだかなという印象がありましたね。そうですね、早く1本取りたかったのかなっていう風な出足がそういう風になってしまいましたね。2ゲーム取った安藤に対してお嬢が大逆転でこのマッチを制しました。そして第4マッチはトップ名古屋範囲、そして日本ペイントマレッツ柴田という一戦です。前回の対戦で範囲が敗れて、いたというゲームなんですが、範が少し戦い方を三木さん変えてきましたね。はい、範選手がバックハンド攻撃、フォアハンドのカウンタードライブ攻撃、これですね、をもう炸裂して、前回とは全く違う試合運び、カットだけではなく攻撃も見せながら戦術を立てていったんですけども、その上を行く柴田選手、素晴らしいカット打ちが見られましたね。それに引っかかることもなく、動揺することもなく、最後まで素晴らしいプレーしてくれましたね。まあ、ハンも第3ゲームを取ってゲームの流れ少し分からなくなってきたんですが、ゆきこさん、柴田の強さが最終的に光りましたね。そうですね、カット打ちが本当にうまいですね。打ち急ぎするのかなって思っていても緩急をつけて狙っていく、なかなかできないことだと思います。なるほど、この試合を制しました日本ペイントマレッツがマッチカウント3対1で勝利を収めています。笑顔が見えますね。では